じめまして。夜叉神愛と言います。弥一先生には手取り、足取り、いろいろと教えていただいています。ね、先生。夜叉神愛ちゃん。あなたも愛って名前なのね。偶然かしら。それとも最初の愛ちゃんに飽きちゃったのかしら。そんなことないもん。今日だって愛の作ったご飯を美味しいって言ってくれたもん。愛のこと可愛いって言ってくれたもん。おだてて家事をさせてるだけよ。昨日はお風呂上がりに耳掃除してもらったし、膝枕で。子供にさせたら危ないからよ。愛なんて裸で師匠に押し倒されたもん。え、シャオもおやめたにしてもらってよ。ちょっと、あなた本当に…あれは風呂から出た時の事故であって、俺は別に愛に興味津々とか全然そんなことあるわけ…師匠の…サラー愛ちゃん単なるガキね。